おやつはなんだっけ、あのペットしかあげないから、うん、普通に残ったカリカリは、うん、まあお腹空いた人が食べればいいかなって、ちょっとだしね、うん、はい、ポンちゃん、ポンさんどうぞ。それほどでもですか。そうなのね、あまりウェイト食べないからね。あれ、立ちこなくなっちゃったな。はい、ポンちゃんくんおいで、どうぞ。ちょっとこっちだね。おお、おいしいね。はい、あ、ごめんだっけ。また夜の、ケージ開放の時間ですが、ジャン君、ポンちゃんは例によって寝ております。目は覚めてるけどね。はい、お二人とももうそわそわが始まってますね。じゃあパンズちゃんから。はい、シアンくん、おはよう。おはよう。ちゃん、おはよう。よしよしよし、よしよしよし。どこにいるの？いないんだよ。もうお二人ともなでなで大好きになりましたね。この3本だけ爪を切られました。お父ちゃんに抱っこされるとだんだん爪が短くなっていきますよ。そしてあずちゃんはジャン君と鼻チューしたんですよ今日。うん、でもちょっと動画は撮れませんでしたが、よいしょ。撫でられるのはここがいいの。ここちょっと撫でにくいんだけどな。
はいはい。さあ、これだ。ポンズちゃんはね、運動しないまま2ヶ月以上経っちゃったかな。ケージ生活2ヶ月以上だよね。もっとかな。3ヶ月も。もっともっと運動しなきゃ。こんな体にならなきゃ。こんな体に、ほらほら、固い音がするよ。撫でようとするとケージに戻ります。ここでもいいよ。はい、よしよしよし。はい、外で撫で撫で。よし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 。思わず鼻中寸前まで来たよ。でもね、顔が近づい、自分で近づいといてびっくりしちゃった。はい、おもちゃ、はい、おもちゃ。どうですか、人間と一緒にいるの楽しいでしょ。
ハンズちゃん、ご飯待ってんの？はい、シュン君ももう来てるね。ヤンズちゃん、まあ、ちょっとだって。シュンくん。